難読クイズ。難読クイズ。ただ暗いからね、もう看板見つかさない、ね。看板をまず見つける。看板を見つけることが大事ですね。こんな番組ないですよ、本当に。今だってカーナビしか映ってないんですから。なかなか YouTube でもないですよ、こんな番組ね。ないですよ。しばしお付き合いのこと。いやもうこれもうひたすらまっすぐですもんね。ひたすら、まあこっから曲がりますね。あのルモイ、ルモイの方、浜松の方に行きますので。どこから回したらいいか分かんないですね。でも通過点通過点でね、はい、カメラ回していかないと。そうですね、うん、じゃああれかな、次また難読地名出てきたら、出てきたら回しますか。お会いしましょう。お会いしましょう。そうしましょう。ちょっと橋らしいの見えるからいいかな。うん、いいかもしれない。石狩川。さあ石狩川を渡りますよ。はあ。北海道で一番長い川ですよ。まっすぐ。まっすぐです。左は日本海ですからね。はい、日本海です。川が注ぐところですから、ね、はい、注いでますね。本当かな。まあ通らないですけど、はい、うわ、ね、難しい。何これ。北東西南北の北なんで、はい、北がつかない地名もあるんですけど、お生きるに振ると書いて何。さあこれは何と読むでしょう。ひらがなは4文字。ひらがな4文字。4文字。製粉。製粉。製粉。なんか粉作るんですか。生き。生き、生き振り。生き。せ、せっこう。せっ、わかんない。最初の文字は、お。お難読地名でもトップレベル。お。親振ると言います。はぁ、じゃあなんで親の漢字を当てなかったんだって話になるんですけどね。ですよね。なんで生にしたんですか。抜かされますよ、抜かされますよ。おーおー、抜かせ抜かせ。おーおーおー、我々は安全運転で、我々は安全運転で行きますよ。なんでだってここから2000キロ走りますからね。あんたらみたいに家に帰って半沢直樹見てるんじゃないんですよ、こっちは。半沢直樹何時からですか。半沢直樹9時からですよ。9時に間に合わせようと急いでる、ね、あ、急いでるんですよ、あの人たちは。きっと最終回だから。こっちはね、これから稚内ですよ。見たかったな。最終回。北海道一周って、はい、したことある人いるんですかね。いやー、ぜひ教えてほしいね。ぐるーっと一周回った人っているんだろうか。いそうだけどね、誰か。うーん、いるんだろうけどね。どのぐらいかかったか教えてほしいですね。そうですね、うん、1週間ぐらいかけてね、ゆっくり観光しながらね、北海道一周ぐるっと回りましたなんて言ったら分かりますけれども、うん、まあ計算によるとですよ、 Google マップの計算によるとですよ、はい、41時間22分と出ました。